ゴールドアリュールは日本の競争馬。引退後はダネボバ。馬名の由来は黄金の魅力。主な価値案はフェブラリーステークス東京大賞展ジャパンダートダービーダービーグランプリ。2002年の JRA 賞最優秀ダートホースとナーグランプリ特別表彰馬及びダートグレード競争特別賞に選出された。また、馬としてもエスポールシティ。 スマートファルコン、コパノルキー、ゴールドドリームなどといった自身と同様にダート GI で活躍する競争馬を輩出した。サンデーサイレンスサンク唯一のダート GI 優勝馬でもある。デビューは2001年11月11日、京都競馬場の新馬戦で2着。2週間後の新馬戦で初勝利を挙げるもののその後は勝ちきれず、6戦1勝という、 成績であったため、7戦目より、ダート路線に転向する。以後9戦目の東京優秀以外は、ダート競争に出走した。東京優秀では13番人気ながら、直線で先頭に並びかけると、最後まで見せ場を作り、五着となった。なお、ダービー以降、芝のレースに出走しなかったが、芝のレースでは一度も掲示板を外したことがない。ダート転向後は、 竹豊を主戦騎手として、フェブラリーステークスをはじめ GI 競争を4勝。その勢いに乗って、UAE ドバイのなどアルシバ競馬場で行われる、ドバイワールドカップへの参戦が決定するもいなく、戦争勃発により渡航が不可能となり、出走を断念せざるを得なくなる。返す刀で出走したアンタレスステークスを 59kg の、金量を背負いながらも8番審査で優勝。 その2ヶ月後,後、竜次ーー相手王将に出走するが、1.1倍の一番人気にも、かかわらず、勝ったネームバリューから3秒3も離された11着に、大敗した。竹豊は、最終追い切りで乗ったところ、違和感を覚えていたと自身のホームページで語っている。その後の検査で、全名症を発症していることが判明。感知には手術と長期の休養を要するとのことから、 引退が決定した。以下の内容は、netkeiba.com および Javis Search に基づく。2004年から北海道遊仏軍阿比良町の八代大スタリオンステーションで種ボバ入りし、2005年にファーストクロップとなる3区が誕生した。2007年7月12日に旭川競馬場でコバルトブルーが勝利した。この勝利が地方、 中央通じての3区初勝利となった。その後、同年12月13日に2008年の種付き量が180万円アップの300万円に設定されたことが発表された。2009年にはエスポアールシチーが柏記念を制し、3区が統一 GI 初勝利を果たした。同馬は、その後ジャパンカップダートも制し、本馬の3区による、 中央 GI 初勝利も達成している。3区は主にダートで実績を上げているが、中には、ダービー強チャレンジトロフィーに勝利し、サツキ賞でも2着に入るなど、芝で構想した、竹見和地のような3区も出ている。2017年2月18日に、心臓疾患のため休止。18歳没。後継主母馬としては、スマートファルコンが2016年から、 エスポアールシチーが2017年から3区がデビューしており、両馬とも地方重症化チューマを送り出し順調なスタートを切っている。GI、J プニー競争勝利場太地は GI 競争。競争名の前の国旗は開催国グレード制。重症勝利場競争名の前の国旗は開催国地方重症優勝馬母ハハニキーヤは現役時代アメリカで3勝。 ゴールドアリュールの判定にネギシステークスを制したゴールスキー。全、妹オリエントチャームの子にマイルチャンピオンシップ勝ちのペルシアンナイト。同じく全妹ラバヤデールの子にマーチステークス勝ちのソロル。そぼりラクタントゲストはベージー1ビバリーヒルズハンディキャップ勝ち馬。ありがとうございます。